速報、チェルシーさん、三笘獲得に160億円を準備しようとしていたもよ。イングランド一部、ブライトンの日本代表ミッドフィルダー三笘薫はプレミアリーグでの鮮烈な活躍により、アーセナルやリバプールへのステップアップ移籍も噂されていた。現地時間1月31日に冬の移籍市場が閉まったことで、ブライトン残留となったが、チェルシーは三笘獲得も視野に1億ポンド、約160億円を準備しようとしていたという。A メディア、バディパワーニュースが伝えた。行くならシティの方がいいってまあしばらく、ブライトンですよ。そんなたびたびの殴れに騙されたらあかん。チェルシーはうまくいかない気がする。今のチェルシーではなぁ。シティも来るだろうな。あのゴールはほんとやばかった。あれがあの混戦でできるやつはそういない。間違いなく今世界トップレベルにいる選手。三笘を初めて見た。欲しくなった。ヘリコプター一機で1億ポンド捻出した。これが本物の金持ちか。そこはムドリク取ったなろうがよ。使った分収入ないだろ。分割払い商法やってるとはいえ。三笘はスペだから本家のペンみたいにバイエルンの方が良い感じだろ。日程緩いところじゃないといずれぶっ壊れるだろ。日本人が170億で買われたらヤバすぎるわ。まあ今期のチェルシーの順位じゃ三笘欲しがってもおかしくはないな。金持ちの考えは理解しかねるな。結構な人がシティって言ってるけど、フォーデン止まるか無理だからないと思う。フォーデンってもっと中じゃね。170億って聞くとスシローの株価損失痛感できちゃう。三木谷が200億でオファーすればよいのに。マジで FFP 見直した方がいいだろ。市場壊しすぎ。オーナーの会社からスポンサー料通入して、いくらでも選手に金使えるんや。 FFP も意味ないわな。ビッグシックスの左ウィングってリバプールしか空いてない。スパーズなら先発だろうけど、ウィングバックやらされるしタイトル取れない。まぐれシュート。